燃えるゴミとして捨てられた乳児。2023年5月27日午前6時45分頃に静岡県沼津市の千本浜海岸で釣り人から赤ちゃんの遺体があった。燃やされていると警察に通報があった。警察が駆けつけたところ、砂浜に体の一部が焼かれて死亡している乳児の遺体が発見された。遺体の性別は分かっていない。目撃者によると、白い煙が見えた。火を燃やすことはまずないから変だと思ったと話している。警察は司法解剖を進め、死因を特定するとともに死体遺棄事件として捜査を進めている。赤ちゃんは燃やしたあなたのことを一生忘れない。